心に輝くこの夢を君に届けたい。時間ある？あんたたちに依頼したいことがあるんだけど、どうかな？本当？やったね！また怪しいことじゃないよね。一体何をすればいいの？大丈夫大丈夫、大船に乗った気でいなさい。詳しくは現場でね。それじゃあ夜にウィンダリア城の前に集合よ。それで照明、私たちに何を依頼するつもりなの？そろそろ教えてくれてもいいでしょ？この古井戸が実はお城の地下道につながってて、お宝が取り放題って言ったら信じる？え？お城のお宝を勝手に取ったら怒られるんじゃない？し、静かに。まさかもう見つかるなんて。くせ者、怪盗ブラックテールめ、おとなしく捕まりなさい。おやめなさい、ローナ。ルフィーナ様、ローナにルフィーナ様まで。あらあら、まあまあ、怪盗ブラックテールの正体はあなたたちだったの。かわいい怪盗さんねこれは面白いことになりそうだわ。私たち違います。怪盗なんかじゃありません。シャオメイに依頼されてついてきただけです。それじゃあ律儀に予告状まで出してきた怪盗ブラックテールさんは。ふん、バレちゃしょうがないわね。何を隠そう、この私が怪盗ブラックテールよ。ちょ、嘘でしょ？冗談よね。嘘じゃないわ。この辺りを騒がせている怪盗の正体は私なのよ。でも捕まるつもりはないわよ。心配しなくていいわ。私ね、一度会ってみたかったのよ、本物の怪盗さんに。ルフィーナ様、だからといってわざわざ地下迷宮の財宝の噂を流さなくても。まさか最初から罠だったってこと？この私としたことがしくしたわ。もしかして王家の宝剣が眠ってるって情報も嘘なの？いいえ、王家の宝剣が眠っているのは本当よ。実はね、城の地下迷宮に挑戦してくれる勇気あるトレジャーハンターを募集したかっただけなのよ。どういうことですか？
このフルイドから行ける城の地下迷宮は、昔から城の財宝を守るモンスターたちが放たれたままになっているの。でも放っておくと危ないから、財宝に興味があって腕の立つ盗賊に依頼してモンスターを掃除してもらおうと思ったの。お礼に財宝は持ち帰ってもらっていいわ。どう？やってみない？なるほど、私を試そうってことなんだ。いいわ、乗ってやろうじゃないの。楽しくなってきたわね。期待してるわよ、怪盗ブラックテールの一味さん。もうルフィーナ様って意外と意地悪なんですね。冗談よ。じゃあ準備はいい？お宝目指していくわよ。ついてきなさい。私たちいつの間にか怪盗の片棒を担がされてない？あれ？これって宝剣じゃなくて包丁？まさか一杯食わされた？モンスターのボスを倒して宝箱からアイテムをゲットしたけど、これでいいのね？まあ本当に凄腕の怪盗さんだったのね。でもこれは宝剣なんかじゃなくってただの包丁よ。財宝とは言えないわ。物の価値は人によって様々な捉え方があるのよ。それは王家に伝わる料理人の魂のこもった包丁なのよ。歴史が刻まれた二つとない名品。あなたなら物の価値を見極める目を持っているはずだわ。ふん、言うわね。本当に食えないお姫様。それはあんたたちにあげる。え、いいの？まあでも思ったよりスリリングな仕事だったから暇つぶしにはなったわ。気が向いたらまた付き合ってあげる。それと私の秘密は誰にも言っちゃダメよ。約束だからね。ちょっとシャオメイ、付き合わされたのは私たちでしょ。もう、また依頼したいことがあるんだけど、どうかな？本当？やったね。また怪しいことじゃないよね。一体何をすればいいの？巨大なサメが飲み込んだ時計を奪い返すのが今回の仕事よ。ウィンダリア島の近くの海に出現する巨大なサメのモンスターから、私の技盗むで
アイテムを盗みまくるのよ。そうすれば時計を奪い返すことができるはずよ。成功させるわよ。よし、懐中時計を取り戻したわ。秘密よ。もうシャオメイは秘密が多すぎよ。魔法のパン屋に行くわよ。ついてきたらわかるわ。先日岬を散歩しとったらうっかり海に落としてしまってのう。もう二度と見つからんと思い諦めとったんじゃが、どうしてここにあるのか、それとこのカードは。おや、カードに何か書いてあるの。いたずらな黒猫の仕業じゃったか。ほれ、読んでみ。まったく、おせっかいの子猫が心にくいことをしてくれおるわ。マデラ、嬉しそうね。ねえ、時間ある？あんたたちにまた依頼したいことがあるんだけど。どうかな。本当？やったね。また怪しいことじゃないよね。一体何をすればいいの？メルティの洋館前に墓地があるでしょ。その地下にユニコーンの角っていうお宝があるらしいのよ。ユニコーンの角は薬の材料としてものすごく高く売れるらしいの。墓地の地下？大丈夫なの？変なのが出たりしないよね。全然平気よ。もしお化けが出たってこの爪で引っかいてやるわ。それじゃ行くわよ。この古井戸の地下のどこかに墓地方面に続く隠し通路があるはずよ。いいわね。
なるようになれって感じ。怪盗ブラックテール参上。ノリが良くなったじゃない。行くわよ。ブラックテールよ。ほらね、添えてあるカードを見ればわかるわ。いつも薬の材料なんかを診療所に届けてくれるんだけど、一体何者なのかしら。え、あはは、何者なんだろうね。普段手に入りにくい薬の材料も届けてくれるから助かってるの。怪盗とか名乗ってるけど、きっと悪い人じゃないと思うわ。あったらお礼を言いたいんだけど。きっととってもテレ屋さんなんじゃないかな。